これどこに逃げればよかったの？ちょっと逃げる場所わかんねえわ。どうすんの？ちょっと、あの、目細めるのに必死でさ、あの、逃げる場所何も考えてなかったんだけどさ、どっか逃げる、あー、逃げれる場所あるんですかって聞こうと思ったんですけど、うふふふふふ、うふふふ、うふふ。これ、あの、早送りできる？もしかして、これ、押しとけば。カチ、カチ、ビー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 、ガシャーン、ガシャーン。怖くない、怖くない。怖くないでーす。怖くありません。あ、こっちに逃げれんのかーい。あー、やばい、死んだなんか、思ったより怖くないかもしれん。認識しないからさ。私の認識しない能力、ちょっと、あれかも。高いかも。なんか髪長えなーぐらいしか認識できてないわ。わー。チカチカするなー。で、このびっくり要素だけ、あれすれば全然大丈夫ですね。これいけないの？いけない。開かないね。こっちいけんだ。なるほど。わー。来ないで。おー、なんだなんだ。あ、どうなってんの？え、ちょっと待って待って、何が？何が？ちょっともう、何も見えない！何も理解できない！ちょっと逃げさせて。あー、もう無理なんだ。はるなちゃんのこと、強制的に調べることになっちゃうんだ。わかったわかったわかったから、わかったよ、もう。追いかけっこしたいんでしょ？私、逃げる側下手なんだよ。ああ！ちょっと待って、これ動けない！多分動けない動けない動けない！シフトずっと押してたからさ、シフト押しすぎてさ、今。もう逃げる準備万端でさ、ずっとシフトをしてたらさ、ピポってなったわ。あるよね、よく。これだけあるあるだと思ってるわ、私勝手にこれ。うふふふふ。やばい、ここでもう私詰んだ？いやー、鬼上手ね、あんた。驚かせて。キャー。こっちに逃げるのは分かったけど。どこ行けばいいの？あ、こっち行けんのかい？え？あ、こっちか。うわー。え？走れないんだけど。どうしたらいいの？うわぁ！もう無理無理無理！どうやって逃げんの？あれ？なんか死に方違う。え、でもちょっとずつ進んでるね。鬼ごっこ。楽しくなってきたじゃねえか。ああ。うふふふふふ。楽しいね、鬼ごっこ。君にも名前つけてあげよっか。どうしようかな。マリモ。ああ、気に入らなかったみたい。マリモは嫌だったらしい。で、ここから走れないと。え、ここをよく見ようね。ここ下行けるはずなんだけどな。どうやって行くんだ？あ、なるほど。もうこれ見つかったでしょ。え、絶対これ見つかってたでしょ。キーって言ったわ。あー、さよなら。見つけたじゃん。だって目の前で、あ、ここ入れるって言って。
そりゃ見つかるわ。でも、あれだね。次でいけそうだね。ようやっと、何回死んだかわかりません。マリモさんに、もう君が嫌だと言っても私はマリモさんと呼ぶよ。ちなみに何の意味もありません。なんか黒い塊だから、マリモ。でも女の人っぽいんだよな。それだとかわいそうか。じゃあマリコで。マリコ。マリコもダメ。あ、なるほどね。ここ普通に空いてるやん。隠れられるっていう認識できたらよかったね。え、これさ、定期的に追いかけられることになるってことよね。嫌すぎるんだが。マリコ、どっか行け。マリコとの鬼ごっこは終わりだよ。これからはかくれんぼの時間さ。あら、なんかすーごい怒ってたね。あ、開いた。え、でもわざわざさ、開けたやつのとこについてくってなんなん。ついてかない方いいよ。なんか光ってんな、これ。これ何？あ、でも調べられるわけじゃないのか。あれ、セーブ。あ、もう戻れない。セーブしたい。セーブあるかな。ないね。下に行くしかないみたい。あ、閉じ込められた。あ、そうか、戻ってきたんか、ここに。ナイス。あー、開いてる、あそこ。はるなちゃん？あー、困ったな。起きそうにないぞ。仕方ない。よっと。あ！行こう、ここは危険だ。お姫様タック。早く、どこか安全な場所へ。なるほどね。まるで何かの儀式だと。セーブしたい。もう戻れませんね、これ。セーブさせてもらえません。暗い。なんかさっきより暗くない？ちなみに先に言っとくわ。先って言ってももうだいぶ経ってるけどさ、推定プレイ時間60分らしいんだよ。でもこの前の教授棟の推定体験プレイ時間20分だったのに私1時間半かかってるからさ、このゲームクリアするの何時間かかんだろうって思ってます。怖いね。いやー、外だ。これでやっと無理なんじゃない？外には出れたけど、閉まってる。どうしよう。あ、こっち行ける。いやー、はるなちゃん連れてだと走れないね。やばい、もう誘導されてるよ、これ、ほんとに。一本道だもん。あ、セーブ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 、あー、ここまで来れば大丈夫だろうじゃないの。ちょっとセーブさせてよー。よいしょ。はるな、はるな。起きそうにないな。あ、ミシェル？なんだ？ミシェルの前にセーブ。ミシェルおる？ミシェル？いた、ミシェル。あれ？さっきの犬だ。ミシェル？この赤いスカーフ、間違いない。え？死んだ？あいつがいるのか。うわー！わー！あれ？なんか全然違う人になった。なんだ？え？え？そんな、おびき出されたか。終わったわ。おい、こっちだ。どうやって行くの？え？あらら。はいはいはい。こっち？どっち？おー、ナイス！くそ、まずいぞ。下、こっちだ！オッケー。早く入り、入るんだ。え、君は？君大丈夫？せっかく助けてくれたのに死ぬなんてやめてくれよな。行ったか？あ、一緒に入ったのか。あ、なるほどね。一緒に狭い空間を共有したわけだ。行ったか。あれ？一緒にいなかった。ふぅ、助かった。ギリギリだったな、
助けてくれてありがとう。あんたは？おいおい、年上に向かってあんたはないだろ。俺は、木場、健介、木場、木場健介。あ、小場だったわ。全部違った。ああ、ちょっと爽やか。小場健介。お前は、周一。あれじゃね、小場健介。あだ名小場健だろ、絶対。周一、お前もここに閉じ込められた、確か。そうさ、俺とそこに寝ている子が、あ、いなーい。いなくなっちゃった。春菜が、春菜がいない。大声を出すな。あいつに戻ってきてほしいのか。でも、落ち着け。まずは落ち着いて、これまであったことを話してみろ。小馬健、サンキュー。なるほど。バスの事故ね。そういえば夕方くらいに大きな音がした。あら、小馬健はここの人なの？一緒にバスから事故った人じゃないのか。あ、車かな？あの車で落ちてきた人とか？きっとあいつ、春菜を連れて行ったんだ。なんでそう思う？もしかしたらその女の子はもう、いや、春菜は生きているはずだ。春菜は最初閉じ込められていた。さっきも気絶してたけど、生きてた。あいつがわざわざ俺たちを追いかけてきたのは、きっと、春菜を生きたまま連れて行くつもりだからだ。この廃村のどこかに。話は分かった。筋は通っているし、頷ける部分もある。でも慌てれば帰って自分の首を絞めることになるぜ。仮にその子を助け出したとしよう。その後どうするつもりだ？脱出できなければ、何の意味もないだろう。分かったよ。何か当てがあるの？まだ確証は持てないけどな。これを見てくれ。これは、もっと、丁重に扱えよ。これは俺たちの生命線なんだから。建物と建物の間に、でっかい門があるのを見たか。鍵がかかってて開かないが、その門のくぼみにこれがぴったりはまるのさ。だがどうやら、二つ必要らしい。一つでは開かなかった。なるほど。これがもう一個いるんだね。そうだ。まず脱出手段じゃないの。まず脱出手段を確保。それから女の子を救出。この段落で出た。小馬券！小馬券、喋りづらい。この段取りで行こう。わかったか、周一。オッケー、行こう。え、一緒に行動してくれる？あれは。ね。奴は危険だ。あの化け物を呼び寄せる。一回はまずい。こっちだ、ついてこい。え？うわ！うなあ！なんてこった。板が腐ってやがる。すまん、周一。登れるか？小馬さん、無理だ。先に行ってくれ。そんなわけには。大丈夫さ。きっと合流する。そうか。わかった。くれぐれも気をつけろよ。死んでたまるか。春菜を助けて、一緒にここを出るんだ。せやな。まずセーブだな。奴はダメだ。何を呼び寄せるって？おお、開いた。もう怖すぎて喋れん。ああ！え、見張ってる奴がいるってこと？これ。ああ！はしご！びっくりした。ダメだ、ね、板が打ち付けられている。はしごにびっくりする人生って何？ある女の手記。この飢饉から逃れるために、麓へ移住の運びとなった。晴れた日の朝、娘の手を引き、村人皆で揃って下山。あれから早くも三月になるが、こんな形で戻ってくるとは。村長に腕をつかまれ、去りゆく娘は、大きくお母と叫んで崩れた。人のお命いただくからは、いずれ私も地獄道。娘を失い生き延びたとて、その先何が残ろうか。全然わかりません。
昔ここの村いろいろ大変だったんだっていうことだけわかる。あ、こっち行けるんかー。あー、鍵かかってる。これはなんだ、なんかくぼみ、宝石みたいなくぼみを入れられる場所がある。そして隠れる場所。なるほど。ロッカーって落ち着くね。うわ、おる。下にいるね。もう喋れなくなってきた。階段だ。何？何の音？あ、ここも隠れられる。隠れるポイント。あ、セーブある。セーブ、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 セーブ。セーブが私の生命線だ。ある女の手記。昭和3年6月、よ、びゃびゃびゃ。昭和3年6月4日、連れて来られた生贄一目。私の心はたじろいた。あれは愛する私の娘、玲子の姿に違いない。私の胸ははち切れて、今にも潰れてしまいそう。この世の川は冷酷無残。石が流れて木の葉が沈む。木の葉はピラピラ流れてほしい。石にはチャポン、チャ、チャ、ジョ、ジョ、ジョポン。石にはジョポンと沈んでほしい。村長たちの目を盗み、娘を牢から連れ出した。娘がすべてを村に明かせば、奴らも私もただでは済まぬ。上から赤字で書き殴られている。確かな証拠、言い訳できまい。あー。なるほど。これが、お前が、意図的に娘をさらった何よりの証拠だ。償え、バカーって言われたんだ。なるほどね。ブリキ缶。木の札。なるほど。これなんて読むの？これなんて読むの？口辺に牛。あ、運だって。あうんの呼吸の運だ。なるほど。木の札。もう一回セーブしよう。他行けるとこない？あ、こっち。向こう側から施錠されてる。なるほど。で、ああ！落ちてきた！そうだよな。絵画って落ちてくるもんだよな。ホラーゲームで。書きかかってるね。ここ、こう、下行くしかないんだろうな。ああ、行けるわ。ん？どの像も、読めません！漢字が弱いのはバレる。獣編に、どう猛だって、どう猛。オッケーオッケー。どの像もどう猛な表情をしている。今にも動き出しそうだ。いやー、これ、じゃあ動くってことじゃないですか？動き出しそうな像って動くんよ。悪を退け、敵を抑えるための武器。随分と物騒だ。うん。狛犬、鋭い目、大きな牙。何か魔除けでもしていたのか。刀は錆びていて使い物になりそうもない。地獄、あ、違った、地蔵菩薩。閻魔大王の化身だと聞いたことがある。へえ、そうなんだ。ありがたいような、恐ろしいような。お地蔵さん、よく私、めでてるよ。なでなでしてる。ということは、私は閻魔大王をなでなでしてるということになるのでは。うわー、びっくりした。木彫りの熊だ。なんで熊だけなんかそんなドアップになるんだ。うん、不気味な仏壇。ある記者の記録。この屋敷に囚われて早2日。ここは特に異質だ。当時の古川は、周囲から悪趣味なコレクターと評されていたそうで、確かにこの部屋には曰く付きの骨董品が溢れている。
しかし彼はただの熱心なコレクターというわけではない。仏壇や部屋中のお札を見て確信した。彼は神や仏に祈り、最後には魔を持って魔を払おうとしたのではないか。どうやらそれも無意味に終わったようだが。あ、ガタガタ言ってるね。右の方からガタガタ聞こえたけど。あ？どこだここ。ブリキ缶！木の札！あ！やった！あうん、どっちも手に入れた。で、ここも、隠れられると。あれ、こっち行けない。なるほど。うわぁ！BGM が不穏なんですけど。あ、音消えた。でよー。何の音？お！わあ！なるほど、そういうことか。見つかっちゃうな。でも隠れてるから見つからないでほしいな。あ、終わった。いる？あれ、もういない？あ、いなくなった。一回逃げたらいなくなるのか。あ、いなくなった、しかも。ここにいたやつも。ラッキー。なんか血が出てない？あ、気のせい。とりあえずセーブしてんだけど、セーブどこにあったんだっけ？セーブ？あ、いた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 、セーブ、やった。で、アウンを使ってあそこ開けるのか。アウンってどうやって、あ？ん？ここじゃないか？ああ、ここや。で、うん。そんな刺し方するんだ。開いた。新しいところって怖いね。え、なにこれ。ああ、そういうことか。ひどい周期だ。この奥に何があるのか考えたくもない。死体だろうね。ここの奥行くしかないけど、なんかいたな。トカゲ？違う、ムカデ？違う、トカゲ。あれ？イモリ！くぼみがある。何か置けそうだ。なるほど。壁には妙な痕跡がある。うん。こんな風呂に入ったら体に匂いが染みつきそうだ。これ風呂？もう風呂という認識も、あ、風呂だわ。ここ風呂場だったんか。これ鏡、壊れてるね。魚のオブジェ。木のか、あ、違った。魚の形をした木製のオブジェ。歯型のような跡がある。魚のオブジェ。うわ。ブクブク落としたらなんか来るんじゃないかって思っちゃうわ。ここに置くのかな？魚のオブジェ。あ、使えないわ。ん？なんかあるっけ？他に。よし。続きやるか。あれ、どこまでやったかもう忘れたわ。なんだっけ？え？アイテム？そうだ、魚のオブジェ！オブジェどうすんだ？こっち行けないもんね。うわぁ！めっちゃおった！めっちゃおるけど！え？通りまーす。ははは！通れるんかい！いや、いそう。わ。なんかさっきと空気違くない？
なんか、うわぁ！さっきと空気違うって。行けなくなっちゃったし。木彫りの熊？木彫りの熊？助けて！え？なんかぐちゃぐちゃになってない？この辺。あら？え？追い詰められました？これ。外出たくないんですけど。あれ？あ、わかった！熊にあれだ！魚のオブジェ。あげる！うわぁ、取れたー！かわいそうに。ボール！なんで？釘を抜くために使う工具、錆びていて武器にはできなそう。ボール取ったけど、かわいそうだ。ごめんな、魚あげたら満足して、まだ首取れるなんて。いやでも、いいのか。本望かな？魚嬉しい、ポロみたいな。あれ何手に入れたんだっけ？バールか。失礼します。すいません。取ります。うわぁもう行けなくなっちゃった。そっち、そっか、もう用はねえぞ、こっちには用って教えてくれたんだね。ありがとう、お屋敷優しいね。セーブで、あれこっちはもうあれか、内鍵かかってるって言ったよね。何があるんだっけ。あ、バールか。これ、開けらんねえ？無理やり。無理か。残念。あれか、多分壁、違和感がある壁に使うんだろうな。ここだよね、多分。ここに使うんだ。あ、使えない？あれ？それか、こっち？使えない。あれ？どこに使うんだ？こっち？ここに使うとかある？使わないよね。妙な痕跡。何か置ける？あ、ここにいっぱいある？いや、ちょ、え？何にもわからんのんだけど。こっちに戻る？バール？錆びていて、釘を抜くために使う。釘を抜くため、釘？なんか抜かなきゃいけないものあったかな？ん？バリケードが張られている。コバさんによるものだろうか。何もないよりはマシか。うん。ああ、なるほど。おい！わからねえぞ。ちょっと肩凝ってきたんだけど。もうさ、この前私さ、変な夢見てさ、悪夢だったんだけどさ、自分がホラーゲームの主人公になっていろいろ探索する夢だったんだけど、マジでびっくり要素とか、めっちゃ即死要素とかがいっぱいあるゲームでさ、もう申し訳なくなったよね。何回も何回も死んで、何回もさ、生き返って、私、怖い思いしたのよ。痛かったんだけど、もうさ、ああ、私、いつも、ホラーゲームの主人公たちにこんな思いさせてたんだ、と思ってさ、すごい申し訳なくなったんだよね。もう、ゲーム下手でごめんね、って、なった。え、なんもわからん。待って、バールどこで使うんだ？おお！異物ってこういうことか。騎士じゃねえや。手記いっぱい見つけたもんな。バールどこで使うんや。釘抜くんだと思うんだけどな。あ、あれか！はしご釘で抜く？はしご釘で抜くじゃねえ。はしごを抜く。これで、来た来た来た！はしご！ナイス！立てかけ式はしご入手。ゲッチュゲッチュ。セーブセーブ。僕にセーブをください。
ナイス。で、これだ。ここでセーブじゃなくて、はしご使うんじゃないの？おい。来たー。小鉢、小馬券どこ？小馬券？鳥の剥製。まったくいい趣味してる。鳥の剥製。まったくいい趣味してる。鳥の剥製。まったくいい趣味してる。女性の絵が飾られている。うん。女性の絵に対しては何もないんだ。鳥の剥製にしかいいコメント、いい趣味だねってコメントしないんだ。で、ここにも隠れられる場所があると。オッケー。小馬券？小馬券？あーいやばばしゅウェーイ、小馬券、押す。周一、よく一人でここまで。小馬さんも無事でよかった。まったくヒヤヒヤしたぜ。俺のせいでお前に死なれちゃ、寝覚めが悪いからな。小馬さん、あいつは、あの化け物は何なんだ？なんで俺にそんなことを聞く？いや、何か知ってるかもと思って。わざわざ言わなかっただけさ。知らなくてもいい話だからな。俺が集めた情報によれば、この村では、飢饉のたびに、ある儀式が行われていたみたいなんだ。ああ、この小馬さんってあれなんかな？オカルト記者？それこそ記者の手記とか書いてた人のことかな？儀式？土地神に生贄を捧げる儀式さ。そのために若い娘を殺していたんだ。それ、あの化け物と何か関係があるのか？もちろんはっきりはわからない。ただ、あんな化け物が現実に存在するんだ。生贄たちの怨念やたたり、どうしてもそういう話が頭をよぎる。じゃあ、まさか、あいつ、春菜を生贄にしようとしてるのか？でも、なんで春菜を？あくまでも仮説だ。いずれにせよ、その子を助けるのは脱出手段を見つけてから。でないと、全員が死ぬことになる。ああ、わかったよ、小馬さん。小馬券。まあそうだよね。まず自分たちが第一に、帰ること第一に行きましょうね。古い映写機。フィルムが入ってない。フィルムが欲しい？セーブ。ひどく傷んでいて読めない。セーブ。開かない。ああ！あ、セーブ！これセーブ！あ、違った。フィルムについてのメモ。女が一人逃げ出した。村に逃げ帰ったが最後、わしらは終わりだ。いいか、一切の自分というものを捨てるのだ。希望だ理想だ言っていられる時代ではないのだ。なんとか後を追って処理したが、次はない。各所の施錠の一環として、門を開ける道具は金庫に保管する。金庫の場所は古川に写真を撮らせたので各自参照のこと。吹き。追記。吹きじゃないね。追記。肝心のフィルムをどこへ置いたか忘れたという。フィルムを見かけたら映写機の周辺に戻しておいてくれ。なるほど。フィルムが入ってない。ん？小馬さんはいつからここにいるんだい？一昨日の夜だよ。ずいぶん長いんだな。詳しいわけだ。俺は気を失っていたから正確にはわからないんだ。バスの事故って言ってたよな。それじゃあ今日の夕方だろうな。そっか。じゃあそんなに経ってないんだ。時間を確認しようにも携帯壊れてて。どうせここでは使えない。ここは全てが無茶苦茶なんだ。電気が通っているはずがないのに、蛍光灯が平気でついてたりする。俺の携帯は無事だが、ずっと表示がおかしいし、変なメールが届くし、まるで役に立たない。これ以上こんなところにいたら気が狂ってしまう。早くここから出なきゃな。なるほど。小馬さんはなんでここに来たんだ？まさか事故じゃないだろう。いや、俺は、自分の意志でここに入った。ここは有名な心霊スポットなんだろう。動画配信しようと思って軽い気持ちでな。おいおいおい、YouTuber か？心霊スポット巡りなんてやめとけよ、ほんとに。いいことないから、マジで。取り憑かれて不幸なことが起きても知らないよ？ほんと、視聴者に踊らされてバカなことしたよ。動画配信か。
さあ、無駄話はもういいだろ。時間がたっぷりあるなんて思うなよ。それもそうだね。で、もうちょっと話せる？もう話せない？あれ？あ、もう話せない。もう話してくれない。話しかけても反応してくれない。ピクピクはするけどね。こっちにも行ける。こっちは何ですか？女性の絵が飾られている。女性の絵が飾られている。あ、村長の式。死を意識した瞬間の女たちの顔、あれは他に変えがたい美しさである。その時の記憶を絵に残し味わう至福の時間。わしにこれほどまでの過逆心があったと一体誰が思うか。うわ、女性の絵飾られてるってそういうこと？すごい絶望の表情というか恐怖に怯えた表情を絵にしてるってこと？趣味悪っ。激悪やん。女は泣かせるんじゃねえ。金庫にはダイヤル錠がかかってる。ダメだ、入浴しようにも決定キーが外されてる。あら、まあ。セーブがありました。あれ、待って、もう20もう全部埋まっちゃったな。あ、こっちは他に行けるとこなさそうだった。こっちに行くしかないんだろうな。いますね。何も気づかぬうちに、マリコ。マリコに見つかっちまったぜ。あの人形にも名前つけとく？ちょっとな、もう名前のレパートリーないんだけど。ミシェルとマリコでもう限界だよ。どっち向いてるかわかんないんだけど。ああマリコ待ってましたと言わばかり来るやん。ちょっとおもろいな。で、あ、よーく見るとどっちに向いてるかわかるな。ちょっと画面明るくするわ。なんかちょっと見やすくなった気がするけど、ちょっと眩しい。眩しい。これ画面どうなってんだろう。変わってるかな。これってあれかな、映像自体は変わってないんかな。めっちゃ眩しくなったわ。で、下、今、下、左、下、今だ！オッケー、明る。外だね、ここね。何これ？この鳥かご、中に入っているのは、まさか。何？何入ってんの？あー！あれだ、コバケンが、もう一個、必要だぜーって言ってたやつ。どうすんのこれ。なんかで取れる？今持ってるものってなんか、バール、無理か。なんか取り出す方法があるんだろうな。うわー！さよならー。画面が明るくなったことで認識しやすくなってしまってさ、ちょっと怖いかも。でもだいぶ見やすくはなったけど。ってことは、ここの部屋に何か探索できるものがあるってことか。下、左、下、右、今だ。ブリキ缶！フィルム A！ ナイス！下、右、今だ！さよなら！ナイス！セーブしまーす。いつ死ぬか分かったもんじゃないぜ。1！ てか、セーブ回数出るんかい。セーブ回数22。もうそんなセーブしたんだ。で、フィルム見ましょう。A ってことは他にもあるんかな？おい。2407。お？
これは、こっちの、あれ？ここだよね。こっちのさ、あれ？どこだっけ？多分ここ、ここの話よね。ここになんか置くのか。あれ？ここで2407ってことでしょ？多分。ここだよね。ちょっともう一回見よう。いや、そうだよな。古川？あれ、古川さんの映像だ。あれ、古川ってなんかめっちゃ、あ、古川って人の名前だったんか。で、なんか、お花を生けてるよね。お花をそこに置いて、そしたらなんか出現するってことなんかな。お花探さないといけないってこと？下、あ、いる！てか、あるわ、あそこに。右、左、下、いいぞ、今だ。うわー、見つかっちゃったー見つかっちまいましたね。マリコ、私のこと大好きじゃん。で、フィルムはもう見たのもね。ダメだー、いやー、いて惜しかったな、今。なるほど、あそこ打ち鍵か。オッケーオッケー。下。右見てる。よし。右。下。左、花瓶、今だ、ナイス、下、右、他に調べられるのなかったよな。打ち鍵開けれるんだよな。ちょっと、落ち着け。下、左、オッケー。で、セーブ、ナイス。え？めっちゃナチュラルにあそこ入ってたやん。もう準備万端ですよ、僕はって。いつでも来てくださいね、マリコよりハートみたいな、そういうこと。マリコいつでも追いかけちゃうわよ、シュウイチくんのことみたいな。ああ、いた。2407だっけ。はい。フィルム B! ナイス！天気！ナイス！うわあ！逃げるぞ！やばい！え、逃げ切った？こぼけ？こぼけ？こぼけんどこに行ったんだ？おい、勝手にいなくなるなよ、こぼけん。君が生きていなきゃ、僕はどうやって生きていけばいいんだ。フィルム B 見よう。8290。8290ね。ちょっともう一回セーブしよう。はい。天気。8290。あれ？違ったっけ？8920か？あ、あれ？ 8290。あれ？
やばい、なんかめっちゃバグってる音。ああ。あれ ?8290 じゃないんか。あれ ?06。28。あ、0628。あ、逆向きね。鳥かごの鍵、ナイス。うわー、いる。どうしたらよかったの今。え、逃げられるってか隠れられるとこあったっけあそこ。ちょっと待ってよ。いや、ここもう行き止まりよな。見つからないようにもしかして動くことができたんかな。あー、0628で、なるほど、逃がさないって言われた。マリコに逃がさないって言われたよ。シュウイチくん、あれじゃね、マリモって名付けたのまだ根に持ってんじゃないあの子。もういなくなった。で、あれ何したんだっけ？あ、鳥かごの鍵そうだった。っていうかあの、コバケンがいないからさ、鳥かごの鍵使ってこれ手に入れたとしてももう一個。マガタマ。年季の入ったマガタマ。コバ曰く門の鍵になっている。ナイス。お、それはもしかして、コバ？コバケン！シュイチ、よくやった。ちょっと見せてくれ。え、大丈夫？おう！どうも間違いなさそうだ。うまくいきそうだぞ。よし、さっさと門の先を抜けて脱出しよう。なんだって？その前に春菜を。およ、何の音？なんだ？あれは、あ、違った。あれは春菜。ああ、連れてかれちゃったね。コバさん、やっぱり春菜を放ってはおけないよ。俺は行く。コバさんは先に。周一、それはダメだ。でも、今逃げれば二人確実に助かる。俺とお前だ。でもお前がその子を助けに行ったら、まず間違いなく犠牲者が一人増える。お前を死にに行かせるわけにはいかない。引き分けてくれ、周一。ここで見捨てたら、春菜は。周一。小葉さんが俺を見捨てないように、俺も春菜を見捨てるわけにはいかないんだ。ここで出会ったのも何かの縁ってことなんかな。なんでそんなに春菜ちゃんに対して、こう、思うところがあるのか、私にはわからないんだが。あれなんかな、春菜ちゃんの手記を見たから、もしかして周一くんも、なんか、そういう嫌な思いとかしたことがあって、もう死にたいなとかね、そういう、ね、気持ちになったりとか、することもあったから共感してるとか、があるのかな。だが、この状況では、小葉さん、俺は絶対に春菜を助けて戻ってくるよ。だから、小葉さんは先に脱出してくれ。なら勝手にすればいい。いいか、俺は止めたからな。小葉さん、ありがとう。うわ、 BGM いいな。しかしながら私、セーブしたいんだけど。あ、セーブあった！ナイス！いや、かっこいい！ちょっとここは歩こう、走るんじゃなくて。
後ろに、後ろにいるって痛い気づきませんでした。せっかくかっこよかったのに、十一くん。これ別に左右に行けるわけじゃないのか。ああ、さよなら。ギリギリ間に合うんだろうな、あれ。よーし。絶対に、春菜ちゃんを助けるんだ。見捨てるなんてできない、俺は。なだおしだ。逃がさない。まさか神社の地下にこんな空間があるなんて。セーブあるね。助かった。え？チャンハルいる？チャンハルいない？ここは、おい、映写機？また、誰かここに、立ち入ったな。おお、なんだ？大方、我が子を生贄に差し出すのが惜しくなった、といったところか。これは、録画映像か。騙されているとも知らず、バカな奴よ。お前も、わしらの糧になるのだ。愉快そうですね。楽しそうで何よりだと思うんですけどね。その、自分の趣味に周りを巻き込むのやめてもらっていいですか？趣味の押し付けって言うんですよ、それって。なんだ？あら、まあ、燃えちゃった！そんな怒んないでよ！趣味否定したくらいで！まずい！え、なに？なに？うわあ！え？ちょっと待って。これ何？4、ああ！今分かったのにな。ちょっと、めっちゃ制限時間短いじゃん。オッケーオッケー。分かったよ。燃えます。で、はい。4、3、5、7。4、3、5、7。オッケー。4、3、5、7、来た！ OK、開いた！で、うわぁ、何これ！見て！即死トラップすぎる！でもまあ、あそこくぼみあったからね、避けられるでしょ。はいはい、わかりましたよ。任しとき。4357ね。4357。で、開くやん。ここや。よいしょ！ええ、こういうことですわ。なんだこの仕掛けは。狂ってる。狂ってるな。でも戻れなくなっちゃったね。で、ここで何人も死んだからここいっぱい血まみれ、イエーイってことなんでしょ？ちょっとここに多分ね、左下あたりに、周一くんの、ちょっと、前回の周一くんのね、血もね、いるかもしれない。あー、春菜いた！春菜！ん？よかった。息はある。よかった。春菜ちゃん？春菜！春菜！おっと。画面が遠のいた。